ね、そのブロックチェーンという技術を用いたね、まあ、ビジネスとか、まあ、サービスのモデルっていうのがね、ありますんで、まあ、その辺を少し解説していきたいというふうに思います。で、これ、いくつかこのね、皆さんも、ブロックチェーンっていうとっていうことで、いくつかね、もう知ってるのすでにあると思うんですけど、暗号資産、スマートコントラクト、DeFi ね、あと NFT とか IO とか STO って概要をね、ご説明したいというふうに思います。まず、なんといってもね、ブロックチェーンといえばこの暗号資産、まあ、仮想通貨とか、今はね、暗号資産という言い方で統一されてきましたけども、ビットコインとか、イーサね、まあ、そういったものがあるというのは多分皆さんも知ってると思いますし、ビットコイン持っている方もいるかもしれないんですけど、まあ、要はこのブロックチェーン技術を使用した仮想通貨ということで、まあ、これがね、まあ、最近話題、まあ、なってましたしですけど、でこれ、まあ、どういうことかっていうと、まあ、通常の貨幣とは異なり、中央銀行や政府が発行したものではないけども、まあ、インターネット上、すなわちね、まあ、最近は携帯電話ですよね、取引することがまあすぐにできるため、どこでも使用することが可能っていうまあ特徴があるんですね。で、ブロックチェーン技術によってね、取引利益をちゃんと記録するので、その取引がね、非常にまあ安全かつ透明にすることが可能っていうことになっております。で、しかもこの、誰も管理する必要がないのでね、取引手数料とかが非常にまあ低く抑えられるっていう特徴もあるということなんです。まあ、この辺でですね、まあ、非常にまあ特徴があるということで、期待されているというか、スタートして、まあ徐々に広がっているって感じなんですよね。で、このね、あと暗号資産、どのぐらいのポテンシャルということを少し見てみると、まず何といっても、世界の人口ね、今、80億人ぐらいいますけども、この 31% はなんと銀行口座持ってないんですよ。銀行口座とか開く必要ないわけ。これ、携帯だけあれば取引がまあ可能なわけですから、すべての金融システム、支払いシステムに代替できる技術的にですよ。可能性もあるわけですよね。ですから、これもすごいですよね。あと、中央銀行とかね、関係ないですから、まあ、国を超えた取引がもう簡単にできちゃうわけです、これ。で、まあ、全ての投資とかね、まあ、価値、商品のこれ保存っていう、まあ、観点で言っても、これできる可能性があるんですよね。ということでですね、結構注目をされてるって感じなんですよ。まあ、そういうまあ技術だったんですよね。まあ、現在、暗号資産の種類、これね、すでにもう数千種類ある。そうね。あ、すでに数千種類ですから、巷では非常に流行ってるというか、みんな飛びついてるというか、飛びついてる人たちって、これもう本当に、まあ、インターネットをやってる方々はほぼ全てで、日銀とかね、日本の有名どころの銀行もこれ全てこの技術これは絶対研究しますからね、これね。まだこれあれですよね、ブロックチェーン技術によって取引利益を記録して、取引を安全かつ透明って言っても、前回もなったように中立になってる企業が普通に働くとなるべきな感じですね。一回ブロックチェーンにするとその中身は変えられないわけ。今の家庭とか、まあ、そこにまつわるいろんなこうありますよね、はい、このコイン出しますから、このコインいいんですよとか言って、じゃあそこに、ね、そのコインと交換しようとかいう、そこはね別にブロックチェーンの技術とは何も関係ないですから。そういう話とブロックチェーンという技術が混同してダメですよね。ちょっとほら、インターネット上で今ね、仮想通貨とかいろんなね、詐欺案件も多いんで気をつけないとなって。そう、いや、それはもうその通り。別にブロックチェーンだけじゃなくて詐欺案件なんて5万台ありますからね。ということで、この暗号資産ね、一つのこのビジネスモデルというかユースケースみたいなことになってますね。で、ね、あともう一つやっぱりこのスマートコントラクトってことも皆さんよく聞くんですけど、これ何かっていうと、契約のスムーズな検証、執行、実行、交渉を意図したコンピューターの、まあ、プロトコルですよって話なんですね。ちょっとこれもう一つですね。第三者を介さずに信用が担保されたトランザクションを処理できるっていうところがこれブロックチェーンですよ。ブロックチェーン技術以外に実現する方法は今のところ存在しないんで、最初にこういうプロトコルを作ったら、もうあとはそこに第三者が介在しなくても、そういったこういろいろな契約が結べるっていう、まあ結構今注目されてます。イーサリアムってありますよね。イーサっていうのは仮想通貨でもあるんですけど、つまりこのイーサリアムっていうのはですね、スマートコントラクトのまあ高度な機能を持つ、まあいわゆるねプラットフォームになった優れたプラットフォームですよ、今ね多分一番有名で、まあこれね、イーサリアムバーチャルマシーンっていう、まあそうって呼ばれてるんですけど、まあ、ループ処理が行われて、いわゆる任意の契約を、まあ、実行できる、まあ、プロトコルになってます。ということで、まあ、これがね、非常に、まあ、有名ですね。このイーサリアムって、このスマートコントラクトもそうなんですけど、イーサリアムベースで、いろんな仮想通貨ができてるでしょ？ブロックチェーン技術、様々な用途に適用できる、そういったプラットフォームっていうのを、まあ、イーサリアム。というふうに考えるといいですね。